今回はアキネーター風クイズ企画です。ルールは簡単、質問とそれに対する回答を見てお題が何かを当ててください。それではスタートです。この現役大学生駅伝選手は誰？箱根駅伝出走経験はありますか？はい。箱根駅伝で復路を走っていますか？はい。箱根駅伝で区間賞を獲得していますか？いいえ。その選手の大学は箱根駅伝優勝経験がありますか？いいえ。三大駅伝どれかで区間賞を獲得経験がありますか？はい。留学生ランナーですか？いいえ。その選手の大学は箱根駅伝100回大会で5位以内ですか？はい。箱根駅伝100回大会で2区を走りましたか？はい。初マラソン日本最高記録を持っていますか？はい。ということで正解は國學院大學平林清人選手でした。ここで皆さんに追加の問題です。どの質問の時点で答えが確実に1人に絞れるでしょうか？ぜひコメント欄に答えを書いていただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。